誰？モデル？会社に赤ってファビュラスとして、あれは社長令嬢。桐姫としか呼ばねえけどさ。お待たせしました。はじめまして。取締役だと。さすがに大学のサークルでは部長を務めていました。組織の潤滑油として人と人をつなぐ人材。指揮していたのは強い取りまとめ役になることではなく